どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日は皆様に歴史が変わったことを報告する必要があります。はい、まあ歴史が変わったと言いましても、何があったんだ、どうせまたタイトル詐欺じゃないかと思った人もね、いればね、サムネイルを見た瞬間に理解した人もいると思います。はい、もうですね、変わりました完全に。まあ今ちょっとごめんなさい、普通に5年周回してたんですけど、まあそれ置いといて、もうやばいですよと。このね、上の2つ目の武器、こちらレア度10なんですけど、こちら HP ジャッカーがついているものの無効貫通と。パズドラで無効貫通が実装されたのがいつ頃になるのかな、多分2017年とか、めちゃめちゃ前だと思うんですよね。多分本当に前で、昔はだってラードラゴンとか使ってさ、ね、頑張って攻略しちゃったとこで無効貫通スキルが実装されて、もうとんでもなく環境が変わったわけですよ。で今回ついにですね、こちらが実装ということで、何より意外なのが7コンボ強化よりも先に無効貫が来たことですね。まあ、最近で言うと 2way の倍率も 1.8 倍になり、 L 字もね3個持ち武器が来て 3.375 倍とか、 2way 3.24 倍とか、それこそ 50% 以下強化武器とかも普通にも今出てるので、そこまで問題じゃないかと思ってたら、問題ある方が来たんですよね。そう、7コンボ強化武器って別にもう正直今来てもそんなに環境変わらないんだけど、無効貫はやっぱりね明らかに変わります。どうしても無効貫通対応できないキャラが多いから、無効貫通スキルを積もうっていう場面が多かったんだけど、これが実装されたことによって、場合によっては無効貫通スキルじゃなくてこれ積めばよくねってなっちゃうんですよね。なので結局ね、この武器はもう最強クラスに強いと言ってもいいと思います。ただその分もちろんデメリットもありまして、まず一つのデメリットは HP ジャッカーがついていること。これがねかなりでかいです。 HP2500 っていうのは気候上とかならかなり痛いので、まあ、これがデメリットっていうところと、もう一つはスキルターン5ターンしかないんですよね。でスキルも1ターン自分の攻撃力が10倍と、別にそんな必要じゃないスキルなので、まあ、強いけどねそんないらないので、やっぱどうしてもこの溜まりやすいスキルっていう、これがデメリットになってくると思います。なので今現状これをつけれるキャラとしては、まあ毎ターンのようにスキルを使うキャラとかですね、変身キャラとかとか、あとはもうシンプルに毎ターンとかは使わないけど、まあ例えばネルギガンテとかですね、目覚めループさせるから使うとか、あとは遊戯とかですね、覚醒無効回復遅延で使うからバンバン使えるキャラとか、そういうキャラにつけるのが強いのかなって感じはありますね。そんなとんでもないダースベイターのライトセイバー、今回はこちらの武器を使っていこうと思います。でまあ今日はこんなキャラにつけたら強そうじゃねっていうキャラをピックアップしてきました。はい、まずはジョーゴからですね。こちらバインドがなくなっちゃうんで、ちょっとそこがめんどくさいですが、バインド対策できてるダンジョンなら全然使えると思います。7強打つに無効貫、2非コンボ強化、3つ持ちになるので、まあ火で無効貫で火力も出しつつ、非コンボ強化でパーティーの火力もぶち上げれると、相当強いと思います。はい、でまあラクシュミをね、このキャラも軽減スキルがあることによって結構軽減で使うことが多いんで、まあ無理にアシスト貯める必要もないと。でまあかつこちらも10強10強にヒドロ強打つで軽く出せるので、無効貫武器つけてあげれば超強くなると思います。そしてミズアルバート、もうこれは言わずもがなよね。初手でまあ無効貫武器使って、であとはもうずっとこのスキルで使っていくと。計算ドロップ覚醒無効回復はめちゃめちゃ頻繁に使うスキルなので、5ターンとはいえどもアシストを貯めずに立ち回れると思います。はい、そしてヨーダですね。ヨーダに関しては7強10強7強に既コンボ強化6持ちなんですけど、無効貫対応しないんで、まさに最近のキャラなんですけど全然使えると思います。で木をね76リダーチェンが多いとは思うんですが、フレンド側とかにまあつけといてあげれば無効貫対応できるようになるんで、これもめちゃめちゃに強いと思います。はい、そしてゲームエンペラー、これは多分ね一番強いですね。あの序盤で4ターンヘイスト使ってあげて、その後もう万が一溜まったら別にエンハンスで使えばいいし、溜まなかった場合は4ターンヘイストスキルとして使えるので、ゲームエンペラーはめちゃめちゃおすすめ。そしてネルギガンテ、こちらも溜まったとしてもね、まあ最悪打てばいいし、何より道中基本的に目覚めループで使うんで、溜まる前に打つことができると、まあ強い。ここは持ってないしねこいつも。で勇気、まあ、勇気はちょっと溜まりやすいからあんまりおすすめはしないけど、まあ10強10強持ってるんでね、火力としては使えるって感じになってます。はい、まあ、ここら辺がかなり強いキャラたちなんじゃないかなとは思ってて、まあ、こういうキャラにつけると世界変わると思います。で、まあ、今日どのキャラで使おうかめっちゃ迷ってて、個人的にはねミザールバートですごい使いたいんだけど、まあ動画的にも今日ゲームで使おうかな、ゲームで使おうと思います。はい、
じゃあ今日は無五感ゲームエンペラーを使っていこうと思います。板取りにラフレシア継承です。 LH 武器ですね。リダチェン耐性です。ベリアルスキブプラスで、できれば遅延6、アシスト自由ですが今回十字武器つけてあげてます。でゲームエンペラー上限解放に、こちらダースベイダーのライトセーバーで無五感対応させていきます。小学生バインドの方がいいですね。今回のダンジョンバインド来ないんで大丈夫です。イナースキブプラスに遅延振って、目の装備継承で遅延用で、サノス吸収無効ですね。7強に遅延6に悪魔キラーです。最後フレンドマヒトですね。こちらチェーン6に、はい、ムヘとジーワ装備って感じになってます。今日はこちらの編成使っていこうと思います。でね、どこで使うか迷ったんですけど、結構神秘とか気候上ってあんま無効感武器いらないんですよね。あの来る階層が決まってて、かつこう頻繁に来ないんであんまいらないんですよ。じゃあどこがいるかなって考えた時に、ぶっ刺さるダンジョンが1個あって、今来てるアポピスで使っていこうと思います。でね、アポピスにおいてマジでムヘトジーバ強すぎるんで、ぜひよかったら見ていてください。とりあえず序盤ですね、メノア打ってあげて、まあ組めるだけ長くらいに消しておきましょうか。はい、まあ一旦適当に十字組みながら突破していきます。1階層はねダメージ無効ないんで安心ですね。で2階層ここでこいつがね指減少してきますと、でかつロックもしてくるんですね。なのでそれをまず返せるイナを打ちます。はい、これ指減少してくるんでイナ打ってあげて、でかつ L 字組みながらぶつ倒していきましょう。いきます。 L 字組みながらかつ十字も組んであげて、闇じゃないさすがに。これマジでその長くらいは闇だったら怒ろう。よし、 OKOK。12コンボ組んであげて、13コンボ。さあこれで6解除プラス超クライミング目覚め解除でぶっ倒していきます。はい、続きましてちょゲームエンペラーどこで打とう。ちょっと打ちますか。じゃあとりあえずここで3階層、ここで一旦マヒト打ってゲームエンペラー打ちます。はい、でここも無効感来るんですよね。でここら辺からアポビスってめちゃめちゃ無効感多いんですけど、マヒト打ってあげてゲームエンペラー打ってあげて、さあこれで列無効感ですね、組んでいきます。いつもはあんまり関係ない列無効感なんですが、今回は無効貫通武器を積んでますので、これはもうがっつりゲームエンペラの火力になります。15コンボ。さあこれで42億からの無効貫しっかり倒していきます。これはマジで強い。これがねできるようになっちゃったんですよね。でこれって今こういう風に使えますよっていう説明で使ってるだけだから、うん、普通じゃないと思うかもしれないけど、これが1個の選択肢になってるのがマジでおかしくて、何よりこれがね今このキャラだからいいですけど、他のキャラでも使えるんですよ。そう考えるとやばくないですか、マジで。もうね化け物だと思うんですよねこれ。なのでもう正味キャラもねダースベイダーかなり強いんで取っといてほしいんですけど、正直武器が一番やっぱりやばいですね。結局無効感武器はやっぱり強すぎると思うわ個人的に。まあ、その分ねでもデメリットもあるんでね、そこは分かっといてくださいね。 HP 減っちゃうんで、どうしても城とか神秘の場合って HP がめちゃめちゃ必要なんで、そういうところでの使いづらさはあるとは思います。はい、でラーに関してはね倒すんだけど、次ケスナドロップ回復したいので、次の階層でまあ一旦いいや、とりあえずこれで殴ります。はい、回復音入れながらの、あ待って、無効感忘れてる、ごめん。脳幹オッケー、じゃあ少しだけスキル試してあげたんで、このまま突破していきましょう。いきます。はい、無効感含みながらの13コンボかな、12コンボですね。12コンボからの14コンボ。さあここも無効感でゲームエンペラーだけ火力ぶっ放して突破していくと。今ゲームエンペラー42億なんで、属性相性の関係でマジバケモンで、続きまして6階層ですね。でここはアメンにされちゃうので1ターン待ちます。こんな感じで、ですると回復が消せなくなっちゃうんですよね。回復消せなくされちゃう上に 90% の盾を貼られますと。ただこれはそんなに問題はなくって、普通にぶん殴ればいいだけなんですけど、この 90% 盾だけはガチで注意。あ違う違う、 90% 盾は別にいいんだけど、この回復が消せなくなるのだけはめちゃめちゃ注意。普通に負けちゃうんで、ベリアルのスキル少し貯めておいてください、事前にね。はい、こんな感じで列含んであげて、まず一旦削ってみましょうか。10何コンボだろこれ、なんか落ち込みやばくね、は落ち幅なんだけど、まあ、人打ちます。そのまま倒していきましょう。しっかりと、ここは列いいのか。じゃあ列組んであげて突破していきます。
まあ、ちなみにね、真人の火力が欲しい場合に関しては向こう側組めばいいですしね。道中は普通に列で火力出るので、こんな感じで倒していきます。はい、そしてラストですね。で、今回のねリーダーですね、リーダーのアシスト、こちらムヘトジーバと、あとラフレシャのやつなんだけど、これがねめちゃめちゃ強いっす。はい、まず一旦ムヘトジーバ打ちますね。ムヘトジーバ打ってあげて、さらにトランスメモリアル打ちます。ダメージ無効貫通、ダメージ無効貫通スキルを使ってしまえば動画がネタとして終わるのではって思ったけど、盤面ゴミだからまあいいわ。うん、いや待て、言うこれ実況者としてどうなんだ、それは良くない。オッケー、無効貫にしよう。申し訳ない申し訳ない。今なんか悪魔が出てきた俺の中で、2列組もうとしてたもん。わりわりわり、ちゃんと顔面ペラの火力で半分まで持ってく。そうね、いらないですよラフェリシャなんて。今完全に僕ね動画のこと忘れてましたね、ほんとすいません。あのめちゃめちゃ普通にウッキウキでラフェリシャ積んでました。はい、もう一回ムヘトジーバ打って、あとは列無効貫で倒すだけです。いやだってこれ盤面悪くても関係ないんだもん。だってさ、火力枠が顔面ペラなんだよ。あ、盤面悪い、負けたわってなんないんですよね。結局顔面ペラはもう最強なんで、はい、13コンボさ、これでしっかりと倒していきます。もう顔面ペラ強すぎでしょという感じで、今回は無効貫通武器を、まあ、少し試運転程度に使ってみる動画でしたが、もうこれだけでも賞味どれぐらい無効貫武器がやばいかっていうのは分かると思う。そういうね、化け物みたいな武器なんで、ぜひとも今回期間限定ゲットしておいてください。ということで、チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。